何わ百景は、百枚の風景二式絵と二枚の、目録からなる、上方浮世絵木版画の組物。三名の絵師、国院、吉滝、香る雪による合作で、幕末に、大阪の藩元、伊沢より観光された。何わ百景、何わ名所百景とも、その名の通り、何わの百の景色を描いた、名所への浮世絵シリーズである。幕末の大阪の街の様子や、 庶民の姿が生き生きと描かれている。後年の開発と繊細で姿を消した川や橋も多数見られる。目録2枚と100枚の風景浮世絵からなる。それぞれの目録には何は名所百景という大事と50ずつの画題が書かれている。風景には何は百景と個別の大事、絵師の名、版元の名が書かれている。 目字目字2枚の目字の右肩には何は百景ではなく何は名所百景の大字が見られる。目字に書かれた表題には100枚の浮世絵に書かれた課題とは異なる表記のものも多い。浮世絵の絵師は大阪の浮世絵師、歌川国院、中井薫滝、森薫行の3名である。版元は大阪、北浜の石川和助。枚の字には 平野町伊沢淀屋橋という記載がある。平野町は現在の大阪市中央区平野町にあたる。ほとんどが現在の大阪市域の名所や町である。大阪市以外では、淀川を少し遡った位置にある森口市、高槻市の風景が含まれる。企画、制作、観光は幕末の1800年代後半と考えられるが、102枚の 浮世絵がいつどのように刊行されたか明確な記録はない。永泉美術館学芸員発端、広志太郎は何は百景を大阪名所案内と紹介した上で名所井戸百景に触発されて安世紀頃に企画され、文久から京王あたりまでかかりようやく成立したのではないだろうかと考察している。ここではまとまったコレクションとして知られているものを挙げる。ありがとうございます。